こんにちはエデュケーショナルネットワークの池田と申しますエデュケーショナルネットワークと言ってもほとんどの方ご存知ないと思います学校や学習塾のサポートをしている Z カイグループの会社です本日は11月の首都圏模試の保護者会としましてこちらにございますような3つのテーマでこれからお話をさせていただきたいと思います どうぞ最後まままでおお付き合いいいいいたただければと思す。す。よろしくお願いいたしく願さて2021年の中学入試に向けても中学入試校では大きな動きが続いております。コースの改変というような意味で2校ほどご紹介をしたいと思います。まず第1はこちらにございます。明慶学園です。AC ・アカデミアクラスを新設します。 え従来のコースはあー MG、名、え、系、ー、ジェネラルクラスとしまして、えー、2コース制です、えー。こうやってコース制を敷く学校というのは大体がですね、あの、特進と進学とかというような感じで、いわゆるレベル別に分けていきたいという学校が多いんですけれども、名、え、系、ー、学園によれば AC は特進ではありませんと。こちらに書いてありますように、知性をとことん磨くクラスというところで、 知的な生意気さ、批判的思考力と同行では言いますけれどもそれを磨いていきましょうとそれによって社会に出た時にクリエイティブな仕事ができる基礎を築いていきましょうと、えー、そういうクラスを新設します来年に向けて、まあ、他にもコース等の可編をやってる学校は少なくないのですが あの特進と進学といったようないわゆるあの大学受験を目指していくようなあ学力別のクラス編成といったようなところではなく、えー、教育の中身といいますかカリキュラムですねそれによる違いをアピールするようなコースがあー増えております。でえー、もちろんあの中学校は義務教育ですから 入学後コースの移動ということも、もちろん何らかの条件はありますが、それをクリアすればあ当然可能になります。それはそのまま高校に進学しても同様ということになるのですが、例えば国際バカロレアアイビーに、まあ、明慶学園もやってますけども、代表されるように、だんだん学年が上がっていけばいくほど、特に高校段階ですね、移動は難しくなります。あの、早いうちだと割と移動が絶やすいというふうに言うことができると思います。 もう一つ事例としてご紹介しますのが西部分離ですね西部分離は従来あの特選クラスと中高一貫クラスという名称で、まあ、単純な2段階というような形でやってましたがそれをグローバルクラスに一本化しますただし、えー、学力的なちょっと違いもあるということなので選抜クラスを設置しますけれどもまずグローバルクラスというそういうカリキュラムの内容に基づいて、えー、選抜クラスができるというふうに理解をしてください えー、こちらの学校の場合にはあの高校段階ののコースの改変ににながる体制とということになります高校では従来は例えばですねエリート選抜東大なんていうモロニっていうような名前のコースもあったんですけれどもそれを改変しまして、えー、グローバル選抜それからグローバル、えー、それからあ理系の子さん方を対象にします先端サイエンス スポーツなどで頑張っているお子さん方を対象にします。スペシャルアビリティというところにコースを再編します。そういう動きの中で中学校もグローバルということを前面に打ち出した形で改編をしていくということになります。先ほどの明慶学園にしても、こちらの西府分離にしても、だからといって大学進学がどうでもいいというふうには決して言っておりません。これからの大学入試のことを考えていきますと、従来型の学力観ではない力が求められます。 いうところはもう皆さんご承知だと思いますのでそういう部分で、えー、よりそのとんがったそういうような存在の人たちを取られていきたいというような考え方に基づく改変ですその他ちょっとこちらの方に出てきますあの江戸川女子から始まって厚生学園、世田谷学園、鎌倉、えー、駒込、北鎌倉女子学園これらは、えー、9月の保護者会動画でご紹介をいたしました えまた、えー、昭和女子大昭和それから海地中高一貫部こちらのコースの改編については7月の保護者会動画でご紹介をしておりますさらにあのコースというよりも共学化という意味では芝浦工大附属が男子校から共学になります男子校からですね、えー、それから松戸にございます聖徳大学附属女子が公営、えー、ベリタスと公明を変えて共学になります こちらについては7月の保護者会動画で、えー、ご紹介をしておりますので、えー、これらの地域にお住まいの皆様方、ご関心のある方はどうぞご覧になっていただければと思います。やはりあの7月の動画ではさらにということで、来年度新設される5校もご紹介をしております。えー、広尾学園小石川中学校、それから川口市立高校附属中学校、えー、あと茨城が3校公立の一環校ができますが、県立の かつた中等教育学校、えー、水戸第一高校付属中学校、土浦第一高校付属中学校、まあ、いずれもご紹介をしておりますので、えー、ご関心のある方は、どうぞ、あのー、ご覧になっていただければと思います。さて、2番目のテーマのお話に入っていきたいと思います。えー、首都圏の中学受験は 大手公開模試の受験状況を見ると、大体翌年の予想ができるというふうに、もう昔から言われております。そこで、9月の大手公開模試の受験者数の推移をこれから見ていきたいと思います。大手公開模試は、この首都圏模試、それから首都圏模試がやっています、公立中高一貫校模試、日農研の日農研模試ですね、四,四谷大塚の五不合判定テスト、サピックスの サピックスオープンとこれらの模試の受験者数の合計がこちらのグラフでございます。一番左側ですね2011年その時は各模試を合計しまして4万7000人を少し上回るそういう受験者数でしたが中学受験がちょっと縮小傾向に入っていって2016年にかけてだん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 こう受験生が減っていきます。 で2016年、4万3495名という数字が一番そこです。で、2017年にな,っなりますと、公立中高一貫校の文字がスタートしたこと、それから中学受験が拡大傾向に転じたこともありまして、受験者数は一気に4万6000人を超えます。 そして、えー、昨年2019年はいよいよ5万320名と5万名を超える結果でございましたところが、えー、今年は4万9932名と5万名を少し下回る結果でございましたこのように減ってる理由はもう皆様方もご承知の通りで新型コロナウイルスの感染症の影響です まあこちら9月の結果で、まあ、あの9月、10月、11月、12月と毎月あるんですが10月の結果につきましてはサピックスの10月の試験がこの動画の収録時点ではまだ数字が出ておりませんので今、9月の方でご紹介させていただきましたけれども新型コロナウイルスの影響で今年は少し減っています。 ただあの9月が少し減っているという状態だになったのはかなり改善してきた結果というふうに言うことができますえそこで、えー、今年の春からの動きを次のグラフで見てみましょうえこちらあの折れ線がこう何本もあ,ありますけれども、えー、4月からの模試の受験者数を増減で、えー、表した推移でございますえ一番最初左側に 4、5月と書いてあります。一応あの4月の模試が、例年は最初ということだったんですけれども、今年首都圏模試は、えー、5月に日程を延期しました。そこで4月5月という書き方をしております。えー、そこでこの4月5月の段階で一番あの受験者数が減ったのは、この黒い線で出ている四谷大塚でございました。えー、57%減ということで半減以下というような状態でございました。 えー、首都圏模試も42.6%減ということですからあかなり減った状態、まあ、自宅受験になったりとかいうようなことがあ大きい理由ですで、そこに行きますと、えー、他の模試ですね、えー、サピックス、あるいはあ日能圏模試は、まあ、数パーセント減っておりますけれども、そこまでは減らなかった状態でございます。 特にあの日農研模試は実施したのがですね警戒宣言の発出の直前だったんで、えー、そういう意味じゃあまり影響を受けなかったのではないかなというふうに思っております。で、えー、その次に6・7月の段階になってまいります。6・7月あのー、サピックスのテストとそれから日農研のテストは6月に実施してますんで6・7月というこういう書き方にしてありますけれども、えー、四谷大塚が大きく回復して前年に対してプラスになりました。 え、首都圏模試の方も少し改善しましたけれども、まだ前年単位でマイナス39%という大きなマイナスです。それから7月の段階では、首都圏模試の効率一管模試がありまして、こちらも14.3%減というような状態でございました。それが9月になりますと、さらに改善していきます。え、効率一管の模試につきましては、こう一番こう、この茶色い線ですけれども、25%増と。 人数的には実は非常に小さい模試なんですけれども一気に改善してきて増加傾向になっていることがわかりますそれからこの黄色い線の首都圏模試も9.8%減というところでかなり改善をしていきましたそれ以外の各模試ですねそれもだい大体2%減から5%増というような形でほぼ昨年に近い状態に戻ってきました で、10月はということになります。えー、先ほど申しましたように、サピックスの数字がまだ入ってきておりませんので、頼もしになります。また、あの、10月はあの効率以下の申しございません。えー、黄色い線の首都圏模試は8%減ということですけれども、えー、黒い線で表しております四ツ屋の方は11%増、それから、え、日農圏が6%増になっています。ただし、四ツ屋の方はですね、 正直、あの、昨年がちょっと減ったんですね。ちょうど昨年の実施日が台風の直撃だったんで、えー、日程をずらしたりであるとかあ、受験を諦めた受験生が出たとかですね。そういうこともございました。大体、四谷大塚の今年の受験生はあ、ほぼ一昨年並みということになってきました。ということで、えー、ここまで大手公開模試の受験状況を見ますと、大体いい昨年に近い水準に、まあ、 ほぼ改善したしてきたんじゃないのかなというふうに判断することができます。まあ、首都圏模試は少し減ってますけれども、それ以外トータルしてみると改善してきたなということになります。そこで受験生あるいは保護者の皆さんにとって気になるのが、そういう中で人気がある学校はどこなんだろうかということが気になると思います。そこで次の画面を見ていきましょう。 えー、学校名がずらずらずらっと書いてございます。えー、どうぞ皆さんあの必要に応じて画面、あのー、止めていただいてあメモを取られるのであればメモを取っていただきたいと思います。首都圏模試の9月10月の統一合半、この首都圏模試ですね、えー、こちらで、えー、希望者があ50件以上。 でえー、昨年にもちょっと全体の受験者数が減ってますから昨年と同数以上とおになっているう学校をちょっとずらずらっと列挙していました人気上昇していると判断できる学校でございます、えー、上の方からあまず厚生学園、慶華、日大武山慶応普通部東麗藤沢ここまで男子校ですね幾分間駒込桜ヶ丘実践学園聖徳学園日大第一 明星ですよですね、目黒日大、横浜総英、青学浦和ルーテル、翔平と、まあ、こうした学校が昨年よりもお人気が上がっているんじゃないかと判断することができます。同数以上、50件以上でピックアップすると、こういう結果になりましたこの中で赤字で書いてある学校、経過、桜ヶ丘、実践学園、日大第一、横浜総英、青学浦和ルーテルは、結構増加率高いんですね。 えー、そういう意味じゃあの注目度が高まっているというふうに言うことができると思います、えー、下段の方は上昇の可能性としまして10月は あのーまあ、10月はこう数の辺で目立ったんですけども9月はあまり目立っていません9月から10月にかけてだんだん受験生の,、まあ、あの希望といいますか希望感をまとまっていく段階で、えー、注目度が高まったといいますか人気が上がっている可能性が高い学校がこちらでございます。えー、教浅野鎌倉学園品川 あまり、あの、ご存知ないかもしれませんけども、今年の春、小野学園女子が共学化したあ、公明変更した学校でございます。それから、宿徳巣鴨、東海大、高輪大、えー、青学、横浜、英和、神奈川大付属。神奈川大付属は、あの、来年の入試で2月1日の午後に出てくるんで、注目が高まっておりますね。えー、鶴見大付属、それから日本大学、えー、牧吉です。それから、昭和学院になっております。 えー、これが男の子ですじゃあ今度女の子も同じように見ていきましょう、えー、9月10月連続で希望件数50件以上それから昨年対位で言いますと同数以上という条件で選んでいきますと、えー、経過女子厚生学園女子女子美大附属大妻嵐山日大武山女子まあそこまでが女子校ですねそれから星稜玉川学園東海大高輪台日大第一安田学園青学浦和ルーテン えー、これらの学校があー連続して、えー、50件以上で昨年の同数以上とということになります赤字で示しています厚生学園女子女子美大付属星稜玉川学園東海大高輪台日大第一安田学園青学浦和ルーテルは増加率が高くて、えー、ちょっとかなり人気が上がってるんじゃないかというふうに思う、うん、学校でございます。 えー、下の方ですね上昇の可能性として、まあ、9月はそれほど目立った数字じゃなかったんですけども10月は希望件数が50件以上で昨年単位で同数以上になっているというところで人気上がっているんじゃないかなという可能性がある学校としては山脇学園、立教女学院相模女子大湘南白百合聖シフシリア、えー、横浜共立、ここまでが女子校ですね。で英明館祝徳菅も 東京電機大日大第二八王子学園法政大学法政学園武蔵野大それから明星公文国際東海大相模、まあ、こうした学校が人気が上がってるんじゃないのかなというふうに思うわけです。さて、まあ、こんなお話をしていますとあのご覧になってらっしゃる方から「首都圏模試の結果だけ紹介してもしょうがないじゃないか」。 大手公開模試って他にもあるでしょというふうに思う方もいらっしゃると思います。まあ首都圏模試の動画で他の模試のことをご紹介するのもちょっと気が引けるんですけどもそこはやっぱり受験生第一ということなので目立った学校をちょっと見ていきたいと思います、えー。他の模試で人気が上昇してるんじゃないのかなというふうに今私がデータを見てて感じる学校としまして城、えー、北埼玉麻布海上海生学習院行政行政はあの 今年、午後入試やりまして、人気上がりましたね。駒場東宝、芝、菅鴨、菅鴨午後入試、今年、やっぱりすごかったですね。で、高輪、本郷、えー、ちょっと日大けが入っちゃいました、ごめんなさい、あの、共学なんですけども、それから日大武山、サレジオ学院、逗子改正、まあ、ここまでが男子校です。で、共学が、まあ、今、ちょっとごめんなさい、順番入れるところ間違えましたけども、日大大と、それから大宮改正、大宮改正、あの、すごく人気上がってます。えー、開地 えー、江戸川学園砦それから先ほどご紹介しました明慶学園昭和学院秀麗芝浦工大柏専修大松戸千葉日大第一東邦大東邦整形筑波大附属法政大学明治学院慶応湘南藤沢中大附属横浜東光学園などこれらの学校が男子で人気が上がってるんじゃないのかなというふうに感じる学校でございます。 えー、同じように女子もご紹介をしてい、えー、きたいと思います。淑、えー、徳世野、河野大女子、江戸川女子、王院、大妻、共立女子、王雄学園、品川女子学院、松永女子学院、東洋、英和、富士見、フレンド学園、山脇学園、フェリス、横浜、双葉、まあ、ここまでが女子校ですね。それから、青学浦々、大宮開成、また出てきました。それから独埼玉市川 東邦芝浦高大柏、手は昭和学院秀英専修大松戸青山学院海地日本橋慶応中等部国学院久我山成慶日大第二中大附属明治学院青学横浜英和慶応湘南藤沢中大附属横浜などとまあこれらの学校があこの9月10月模試の結果を見てるともうちょっと人気が上がってるんじゃないのかな。 応募者増える可能性があるんじゃないのかなというふうに頼もしで感じた学校でございますでは三、えー、つ目のテーマということでそろそろ過去問をやろうというお話をしたいと思います過去問ご承知ですねここに市川中学校の過去問、えー、ございますね、えー、こういうものが本屋さんで、えー、販売をしておりますが、まあ あの学校で販売しているケースもあるんですけれどもおこうしたものが過去問集として、えー、売り出されていますで当たり前の話ですが過去に出題された問題と全く同じ問題が今度出るかというとそんなことは絶対ありません、えー、ですが過去問をやる意味っていうのは非常に大きなものがあるわけですまず過去問をやる意味ちょっと考えていきますと一つはこちらにありますように 出題の傾向、形式、例年このパターンは出してるよね。もちろん全く同じ問題じゃないですよ。でもおこういう形でこんな問題が出てますよね。そうした出題の傾向あるいは形式に慣れるということが一つ大きいポイントになります。もう一つは答案練習ですね。えー、実際の入試の時に、えーまあ、あの不要意なミスをしないようにトレーニングを進む。 そういう意味ではあこの過去問をやるというのはとても大事なことですさて過去問のやり方ですけれども、まあ、本屋さんで買ってきてとにかく空いてる時間にちょこ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 やっていけばというふうにお考えになるとちょっと違いましてですねやはりスケジュールを決めて計画的に実行していきたいものだというふうに思っております。で えー、3年分はあやりたいですね。特にあの死亡順位が高い学校、できれば5年分やりたいですがあ、死亡順位が高い学校は第1規模、第2規模ぐらいは、最低でも3年分ぐらいはやっておきたいところです。えー、1年分だけちょこちょこっとやっておしまいということは、うん、あんまりお勧めでき,なできないというふうに思っております。でえー、そうすると、スケジュールをどんなふうに垂れていくのかということになりますが、 特にあの今年新型コロナウイルスの問題があって学習塾での学習の進度もひょっとしたら遅れてるお子さんがいらっしゃるかもしれませんまだ、まあ、やっと全単元終わったばっかりで、えー、単元の総復習もまだなかなか進んでいませんそんな時にやって大丈夫なんだろうかというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、えーまあ、両立させていきたいわけですそのためにも、えー、何曜日はあー過去問やる人かと決めて、えー、取り組んでいっていただきたいものです でその際にスケジュールを立てていくんですけれども、えー、私もあの長いこと塾現場にいましてですねお子さんにあの「スケジュール慣れなさい」と言って立てたものを持ってって見せていただきますとですねびっっっちり組んんんででくるるお子さんっていらっしゃるんです、ね、まあ,あの前向きなのはいいんですけども大体において守れません守れないスケジュール作っても仕方がないので。 えーまあ、あちこちにこう休憩とかあ自由時間とか挟んでいくような形にしませんとお長続きしないことになります。さて、えー、この過去問をおやるときに例えばあ一,一つの教科は45分とか50分、まあ、理科社会なんかですとお25分とか30分とかということもあると思うんですけれども、えー、少し5分とかあ短めにですね、えー、やっていただきたいなと思っています。でえー、実際取り組むときに 問題やっていきますとわかんない問題でうーんなんていうことになりますけれども入試本番のつもりで取り組んでいきますからわからない問題は飛ばして構いませんそれからあー模範解答がついています例えばこういう,う過去問集でも後ろの方のページを見るとあのーえー、回答解説がこういっぱい載っておりますそういうものを見ながら採点をしていくことになるんですけれども ぱっ、まあ、と見で記号選択とかですね分かるものはこれも簡単なんですがあ、まあ、記述式などで迷う場合には塾の先生などにも相談してみるといいんですで全体的に厳しめですね、えー、そういったことを心がけて、えー、採点をしてくださいできなかった問題はもちろん復習をしていくことになります、えー、ただあここで皆様方に申し上げておきたいんですけれども「厳しめに採点しました」「うわーこれしかできなかった」 大体そんんなもんです今の時点でやりますと合格最低点に届かないのが当たり前です皆さん届きません例えば300点満点、えー、そういう,うテストで合格最低点が160点だったとしましょう今の時期やったら100点ぐらいしか取れないとか下手すれば2桁ということもあるでしょうそれでもってまだ先は長いなこんなんでもうあと もう11月なのに大丈夫なのかなというふうにお考えになるかもしれませんけどみんなそうです実際の中学受験では、えー、一生懸命、えー、入試の前の日まで頑張って努力をしてきた成果で最大瞬間風速的な学力が現れて合格最低点が決まってきますもし今のうちにもう160なら160点超えちゃうんだったらちょっと志望校 うーんもうちょっと高め狙ってもいいんじゃないみたいなあ、そんな判断もできてしまうくらいです。ですから、あ今の時点では、あそれはあの合格最低点届かないのが当たり前です、えー。むしろできなかった問題を復習することの方がよっぽど大切になります。その時にもう一つポイントとしてお,お考えいただきたいのは、単純にできなかった問題、罰だった問題、えー、違いがあるということです。 例えば問題文の指示を守っていないな、えー、理由を聞くような問題であれば「えー、何々だから」とかっていう形で答えなきゃいけないんですけどもそういうことを守っていないとか、えー、指示された頃と違うところを見ていますとかいうようなところで、えー、得点になっていないのかそれとも解いていて一生懸命解いて合ってるつもりがあったのに違ってたのか。 手をつけたんだけれども途中で立ち往生してそれこそ先行かなくなっちゃってもう分かんなくなっちゃって諦めたのか最初から問題文を見たところからこれは分からないとかこれは大変だからというんで手をつけなかった問題なのかそれとも例えば少し短めにというふうに最初申し上げましたけれども短めの時間設定でやったおかげで時間がなくてそこまで手が回りませんでした。 あの終わってからやり直改めてやってみればもう一発で正解できるんですよというようなところで正解に至らなかったのか言ったようなところをきちんと見ることが大切です。例えば時間がなくてできなかったということであれば次回やるときにはそういう手のつけやすいところから手をつけていくということが必要になってきますし。 えー、問題文の指示を守っていないというのであれば、しっかり問題文を読んで指示通りにやる、そういうトレーニングを積んでいく必要があるわけです。もちろん、わかんないから最初からもう手をつけなかったというような問題は、なかなかクリアするハードルは高いですけれども、先ほど申しましたように、例えば300点満点で160点が合格最低点だとすれば、160点取ればいいわけで、140点は落としてもいいわけです。まあ、今の時点で、これは 落としてもいい、捨ててもいい問題というようなことを選ぶのはまだ早いですし、えー、そのことは最終的に12月とか1月とかになった段階で塾の先生と相談して、えー、落としてもいい範囲とかということを、あのー、決めていく必要はあるんですけれども、そのようにちょっと頑張れば、あるいは少し努力をすれば、改善できるような部分と時間がかかる部分というのをしっかり見極めていただくことが大事です。で復習はもちちろんちゃんゃとやる。 ということで、えー、次に解いていった時に、えー、少なくとも前に解いた時よりも正解率が上がっていればそれはお子さん自身が進化した証しですそういうことを積み重ねていって、えー、来年の入試に向かっていきますとおこう過去問演習をやった成果が身についてきて、えー、入試の本番でもいい結果が現れてくるのではないかなというふうに思っております。 え長々お話ししてまいりましたが、けれども、私のお話はここまでとしていきたいと思います。皆様方のお子様の来年の合格を心よりお祈りをしております。えー、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。